めちゃめちゃ落ちてるし汗だくなやったし、あーさだーにゃーぜよー、誰おんの？デグマッチョとシンシン、何せんの？ TikTok。 あー TikTok？ こうやって風呂入るな。そうよ、最近あまり眠気が来ないという私悲しい日々を送っているので、お風呂入って温まって眠気をね。アイス食べました、食べました、チョコのアイス食べました。ゆるさんが差し入れで劇場にめっちゃたくさんいっぱいの、もう冷凍庫、もう劇場の冷凍庫がもう全部埋まるぐらいのアイスを置いてってくださったんですよ。それを1個いただきました。 TikTok バズらせてる人じゃんってなあ、 TikTok 撮るために今日そんなセクシーな服着てきたんか。今日のシンシンの服ちょっとセクシーなんですよ。なんか動いてる、あ、分かった、もう動きで分かりました、何の TikTok 撮ってるか。笑ってる。え、どうでしょう、もういいか、どうでしょう。これ絶対さ1個しかちゃんとできてないけど、ちゃんとできてない、あ、足切れる、今今の足切れやったよ、足切れやった。今日の声のパフォーマンス良かったで、ありがとうございます。今日はやっぱちょっと気合入ってたせいか、いつもよりもしんどいってやばいって思う時間が少なかった。アースにメイロパティシエルやってほしい。なんかアミルの TikTok で一回ありましたよ、このやつ。でで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 てつ、セクシーと言われて見えない辛さ、あーそれはもうシンシンの TikTok で見てください。かりんさんには会えましたか？会えたんです、今日もうレイさんにも会えて、今日はレイさんに3回ぐらい足を引っ掛けられてこけそうになったのと、急に胸ぐらつかまれたのとっていうのがありました。でかりんさんとはもうかりんさんって言いに行って、そう、ですです。でもそういうのがね、そういうのいつもしてくださるんですけどね、そういうのが自然と笑顔になってめっちゃ元気になれるんですよ。ほんまにレイさんといると元気になります。今日はもうみんなめっちゃ夜遅いから、もう11時ぐらいですよ今、やばいよ、早くからなあかんし、もうみんな寝て。じゃあこれは寝る配信にする。今日で8月終わるね、ほんま驚き。口の色があんまないし、ちょっともう今乾燥してるわ。今日で8月終わり。でも私は冬が好きやから、冬に近づいていってるのは嬉しいです。お腹空いたな、今日まだご飯食べてないから、夜ご飯食べなきゃ。ハース何のリップ使ってるん？いつもはケイトにタンプレでもらったイヴ・サンローランのリップ、何番か覚えてない、でもめっちゃいい色なんです。あ、朝今日ご飯食べたわ、朝ご飯にスンドゥブ食べたスンドゥブチ
食べました。食べたわ、しっかり。でもその朝ごはんだけ、それ以外は食べてないのでお腹すきました。辛いのが食べたくて、私辛いのめっちゃ得意なわけじゃないんですけどね、普通よりちょっといけるぐらいなんですけど、辛いの食べたらめっちゃこうストレス発散になるというか、なんかスッとするんですよ。だから辛いの食べたいって思ってね、食べました。もう今も辛いの食べたい。彼のために行きたいけどさ、あんまりね外出したらダメだからね。辛いの食べたいな。ハーサの毎日メイクしたい。あかん、ハーサほんまにメイクというものがね、下手やし知識がないし、もう適当にやってるんですよ。だから毎日、あ今日はうまくできたっていうのもあれば、今日はあかんわっていう日もあって、ほんままばらなんですね。だからためにならないからダメです。あ、 YouTube で辛いの食べる挑戦したい。ちょっとマネージャーさんに提案しとこう。もぐもぐね、もぐもぐなら任せとき。 YouTube でメンスするだけの動画、え、あんね、ハーサね、メンスすれないんですだからメンスすれるようになる動画あげようかな。メン一緒にすすれるようになりましょう講座みたいな。ね、そういうのやらなあかん。明日はラジコなので、まあ、夜お仕事夜やし、ゆっくりもうアラームをかけずに寝たいと思います。一日密着、一日密着はさ何もしてんねんけど大丈夫、何もしないよ。うかさんの声、そう、うかさんも隣の部屋で配信してるんです。今日はクリスに起こされました。クリスがね今日朝からシャンプーしてて、あの家でね、お母さんがクリスをシャンプー入れたんですけど、もうすごいもうね、元気に顔をすごいクン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 してきて、それで起きました。うん、ラジコは誰と、明日はねレイコやった気します。まだちゃんと見えてない。レイコ、レイコですね、同期です。ミルさんとツーショット撮りました。はあ、寝れそう、寝れそうやで寝れそう。2日連続配信ですね。みんな飽きんといてなハーサの配信結構してるけど飽きんといてね。早く公園見に行きたい、来てほしいです。でもねやっぱ今のご時世もうね来るのも大変やろうから、でもそうやって来たいと思ってくださってるのも嬉しいし、実際に来てくださってる方はほんまにありがとうございますっていう気持ちでいっぱい。
あさって公演行きます。お、あさって何の公演やろ。耳かき、耳、耳、まずの妄想があるんで買いすぎました。うわーい。あんなにね、猫耳をつける時が来るなんて思ってなかったですよね。今はもう毎回つけてるから。もし出口が、マスク？新しいのないの？あるんかい。見てへんで。マスクはもうなくなったら無理よ。食べた。なんで知ってんの？もうアミルルンです。ハンスが配信してるところに普通にマスクに上がって平和でございます。やっぱミックスジュースも先輩がムリさんも今日で卒業されたし、後輩メンバーがすごい多いということで、もうアミルが今後リーダーキャプテンやってくれるしね。なんかどうやってミックスジュース良くしていきたいなって思ってね、アミルと真剣な話とかこうしようとかいう風な会話がめっちゃ増えてます。コメントが止まってるよ。電波悪そう。あ、流れてきた。アミルを支えれるように、オイラももっとね、周り見て余裕を持って行動しなダメですね。今はまだちょっと自分のことで精一杯やったりすることが多いので。あ、目が乾燥する。もう公演やると、あ、バイバイ。あ、バイバイ。バイ。何やねん。お疲れ様。バイバイ。ふわりんです。いつもね、こうあえて名前呼んでくれる。ふわりんのこと、あ、ふわふわって呼んでる。ふわふわってふわふわって、あ、探すらしくやればいい。うん、ほんとかい。十分ハース自分らしくやらせてもらってるからさ。そう、ふわふわ。公演やるとね、もう汗が目に入って、しかも朝の汗はあのメイクが混じってるんですよ。ファンデーションとか混ざってる汗やから、もう視界が曇って、もう目の前が見えほもう全然見えへんってなることもめっちゃあるんです。それで朝コンタクトもしてるから、公演割に目痛くなったりします。15分経った。ちょっと早かったな。じゃあランキング読みます。13位、構造さん。12位、しばわんこさん。11位、トップティーのおしょうさん。10位、てるきちさん。9位、ようちゃん。8位、こんぺいとうさん。7位ジロさん。6位アテナエクスクラメーションさん。5位ケイコさん、あ、ケイコちゃん。4位ワンポールさん。3位プーピさん。2位はヤックンさん。そして1位はマサユキさんです。ありがとうございます。みんなありがとうございます。じゃあまた会おうね。おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。ありがとうございました。